さあ、じゃあパッシブトルクを聞かせて普通に打ってみよう。普通に打ちます。今のは結構倒れてくれたかな。あのゴルフパートナーに行ったあの動画を何本か上げましたけど、あの例のパッシブトルクの件はどうだったっていう方も、まあ、何人かいらっしゃると思って、まあ、ちょっとその続きの話をします。で、まあ、パッシブトルク聞かすっていうことは、まあ、こうもらうっていうね、表現、この、まあ、もらうのと、まあ、ほぼ同じ、まあ、意味だと思うんですけど、どうやったらそれがもらえるようになりますかっていう質問が確か、はい、来てましたので、ちょっとそれについてお話をしようと思います。で、まあ、今ねパッシブトルクなんて言ってね、ちょっと、まあ、デモンストレーション、まあ、できてるかなっていうぐらいになってきましたけれども、最初はね全くできませんでした。で、本当に三橋プロに初めて習いに行ったというか、タイカンズに行った動画、あれどのぐらいですかね、まあ、1年ぐらい前、もう1年も経ってないかな、に行った時に、まあ、こうやって、まあ、外に上げてこうループするようにね、こうやってみてくださいって言われましたけれども、まあ、基本はちょっとあそこにあるのかなというふうに思います。だから、まあ、これはアガプロにも言われていた、まあ、自分から見て時計回りにクラブを回して打つっていうのが、まあ、まさに、まあ、パッシブトルクを聞かせるための、まあ、なんていうかな、方法だと思いますんで、だからまずはその、まあ、外に上げてこう内からなんていうかな、こういうループっていうのをやってみるのも一つ、まあ、いいんじゃないかなというふうに思ってるんですけれども、ただ、まあ、僕もそれをねやり始めた当初っていうのは全然なんかピンときませんでしたよね。だからいろんなことやって、だん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 なんかこの右手の抜き方っていうのが、まあ、分かるようになってきたかなっていう感じなんですかね。で、一つね、まあ、パッシブトルク感じるためにここでまあこうクラブを倒すっていう方法があるんで、ね、あるんですけども、これをまあやりながらやっぱ引っ張る力っていうのを同時にやっぱり入れるということでクラブがこう起き上がるので、まあ、ちょっとパッシブトルク聞かせてみようと思う方はこのやっぱり引っ張る動きも必ず入れてください。で、その引っ張るのも、まあ、これはもう本当によく言われないか、これね藤井誠プロに本当にもう相当前ですけど教わった動きっていうか、やっぱりこの左の腕を引っ張り下ろす時はこの左の腰でお、まあ、お尻ですかね、このお尻を後ろに下げることで、まあ、腕が下がる、この左の腕と、まあ、このラインが連動して、まあ、こういう動作が起こるので、まあここで倒す動作と、まあ、今の動きで引っ張る動作っていうのを2つミックスすると、まあ、パッシブトルクが効いてボールが捕まるよということだと思います。ちょっとやってみますね。構えます。で、構えてこう上げて倒しながら引っ張る、いきます。倒して、まあ、引っ張る、できてるかな。そうですね、まあ、こんな感じ。もう一回いきます。こっから、まあ、今ちょっと分かりやすいようにこれも結構ループさせてあげてますけど、もう一回いきます。上げて倒して、まあ、ちょっとゆっくり今やりました。できてるかな。倒さ、うん、
ちょっとあんまり倒れてるのが見えないかな。まあこうや、まあ、こうですよね。もっとちっちゃくやってみましょうか。こうして構えて上げて、まあ、ちょっと右行きましたけど、まあ今パッシブとかが効いたかなという感じ。どうだ、はい、よし、でこう、よいしょ、で、感じですね。はい、倒して、うん。で、もう一つこれ、僕がやってることがあって、これは結構ですね、この両脇、まあ、締めてるというか、腕を胸の上にこのようにして乗っけて構えてます。もうここが結構フリーにこうやって使っちゃうと結構この重さとかが感じられないので、ここはもうアドレスの時点で腕を胸の上に乗っけるようにしてます。こういうアドレスを作って、で倒して、こんな感じかな。はい、まあ、ゆっくりやってます。でこれもアガプロに言われた、最初のプレーンから少しヘッドをプレーンの上に出し、ヘッドを、まあ、左手で持ち上げるようにして、左の、まあ、このコッキングですよね、このコッキングでここから上に出して、で倒してます。ここ上に出して、でここまで来たら倒してます。持ち上げて倒して引っ張ってる、まあ、ここ強いときに持ち上げて倒して引っ張ってるということをやっています。だからその時に右手がガチッと握っちゃってると、これがまたうまくいかないので、この中やっぱその右手の力の抜き方っていうのも、まあ、徐々に、なんかこんな練習もね、まあ、動画上げましたけども、これで、まあ、こういう持たないでこういう練習も、まあ、結構やりました。まあ、それも打てるようになりましたんで、まあ、そういうことで右手がこのパッシブトルクの発生している、まあ、クラブ、そして腕を邪魔しないで下ろしてこれれば、まあ、パッシブトルクが働かせられるのかなという感じですね。でこれで今、まあ、持ち上げでこう倒してやってましたけど、それをまあやらないで、まあ、ここも前も言ったここでパッシブトルクを効かせるバックスイングに、まあ、変えるとどうなるかっていうと、こんな感じ、よいしょ、どうだ、まあ、そうすると結構いい感じ。ここで、でもう倒しちゃう、倒していきます。どうですかね、結構できてるような気が。まあこれがだから今パターのイメージで打つという延長線上、まあ、パターのイメージで上げて倒して、倒して引いて打ってみました。だからこれちょっと迷ってます。だからまあ本当にこうやってもうホンダゴルフのね動画とか見て、三橋プロが打ってる動画を見ると、もう本当にスッと上げて、もう本当にスッと上げてヒュッと倒してね、まあ打ってますよね。パッシブトルクは効かせてるなというふうに見えるので、まあ、本当にコンパクトにスッと上げて、ちょっと違うね今のはちょっと違いますけど、まあコンパクトにスッと上げて倒して、まあ、今ちょっとスイングちっちゃすぎたな。まあ打つというのも非常にこれは、まあこれも練習いいですよね。もうこの辺で、まあ、こんな感じで
本当に自分の中でも本当もうこの辺までしか上げてないイメージなんですけども、これでも十分打てます。だからこれ別に高く振り上げなくても後ろで距離取れるんで、あのスピードが出せるという感じですね。はい、まあ、ちょっといろいろ言っちゃいましたけど、まあ、あのとにかく言いたいのはまずアドレスで、両脇締めとく、まあ、締めとくというよりは上に乗せとく腕を、それと、はい、まあ、1回プレーンの外にクラブヘッド倒して倒したら左のお尻を引いて引っ張る、左のやっぱこういうこの引っ張りがないとパッシブトルクが発生しないので、はい、引っ張るのも忘れずにやるという、まあ、ことですね。こう構えて上げて、はい、まあこんな感じかな。まあ、今あんまりいい例じゃないね。まあ、大体あの例をやろうとすること自体がねまた怒られそうですけど、まあ、ただね、あの本当にこういうのがちょっと見えてきて、あの上手い人のスイングを見てみると、あ、結構やっぱ効かせてるよなっていうのがちょっと分かるようにはなっております。なんで、なんかまあ本当ちょっと見えるか見えないかぐらいで効かせてもいいのかなという感じが、はい、します。なので、まあ、あのちょっと参考に、なれば幸いですけども、まあ、ちょっとこの左クラブをやっぱ引っ張ることを忘れずにやってみてください。